おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅弘です。今朝はですね、新しい問題解決の手法ということでお話しさせていただきたいと思います。問題っていうのは、それが自分にとって大事だ、重要だと思っているから問題っていうこともありますし、もっとこうしたい、もっとここを改善できるのにという視点があるからこそ、問題だと思うことがあると思います。それで自分がこうすればいいと思うのはもう解決策が分かっていますから、もうそれに取り組むだけでいいですけれども、なかなか、自分ではどうしたらいいか分からない問題っていうのもあります。ただその問題っていうのは、それを自分にとって大きいと思っているから問題っていうことでもあると思います。それをもっともっと引いて、もしくは時間軸を伸ばして、考えてみる。そうするとその問題が意外と本当にちっぽけなこと、小さなことだなって感じることがあると思います。より大きな問題を自分の中で探し出す、その大きな問題というのはなかなか解決しませんし、大きな問題ですからどうすればいいかわからないわけですけれども、逆にそれがあることで小さい問題、今まで自分が大事だ重要な問題だと思っているかどうか、意外と何でもないことだということであっさりと解決してしまう、もしくは解決策がすぐに出てきてしまうということがあります。ですのでぜひ何か苦しんでいるとき、問題、大きなことと自分が感じていることがありましたら、誰か他の人の視点でもいいですし、もっとぐっと引いてみて高いところから見ていくもいいですし、時間5年後10年後だったらということで考えていただいてもいいと思います。そうすることによってまた違う視点が手に入り、今の問題がされて解決してしまう、もしくはその他のより重要な問題が、掴むことができるということがあると思います。問題意識っていうのは大変、大切です。それのために改善しようとしたり、考え方が変わったり、人とのつながりができたりということがありますので、問題自体をぜひ楽しんで、自分の次に生かしていただければと思います。それでは今週も頑張っていきましょう。